福岡商事は、日本の工学者。東京工業大学土木工学科助教授や、建設省土木研究所河川研究室長、広島大学建築系教授を経て、広島大学名誉教授、中央大学教授、元国土交通省社会資本整備審議会会長、土木学会功績賞、日本河川協会河川功労賞受賞等受賞、 1964年北海道大学工学部土木工学科卒業。1966年北海道大学大学院工学研究科土木工学科専攻修士課程修了。1971年アイオワ大学大学院博士課程修了。PhD 取得。同年論文キャラクタリスティックスオブオープンチャンネルフローウィズセディメントにより、 東京工業大学工学博士取得。東京工業大学理工学部土木工学科助手。東京工業大学工学部土木工学科助教授。建設省土木研究所河川部河川。研究室長等を経て。1994年。広島大学工学部建設系地域。環境工学講座教授。2004年中央。大学研究開発機構機構教授。 2005年広島大学名誉教授2008年中央大学理工学部特任教授政策研究大学院大学客員教授2010年国土交通省社会資本整備審議会会長剣道審議会河川文化会長剣道審議会計画部会長懸垂管理国土保全局河川技術評価委員会委員長2012年国土交通省社会資本整備 審議会河川文化会安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあり方検討省委員会委員長兼務2014年国土交通省社会資本整備審議会河川文化会気候変動に適応した治水対策検討省委員会委員長兼務2020年国土交通省リニア中央新幹線静岡航空有識者会議座長この間 土木学会論文賞等を受賞し、著書、洪水の推理と稼働の設計放置水と環境の調和した川づくりでは土木学会出版文化賞を受賞した。2013年土木学会功績賞及び同学会研究業績賞受賞。2015年日本河川協会河川功労賞受賞。ありがとうございます。